こんにちは、梅です。東京ディズニーランドに近い東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル。でもディズニーランドに行くのがもったいない。ホテル内で遊んで、ラウンジでのんびり飽きないホテルはいかがでしょうか？何度か言っているけど、変更点などもお伝えします。ゴー！舞浜駅からホテルのシャトルバス。2022年4月5日に開業したトイストーリーホテルを通過。さて今回のプランは、シェラトングランデ東京ベイホテルプレミアムベッド5台クラブラウンジです。胸高まるディズニーリゾートライン。シェラトンのシャトルバスは平日の本数が増えています。少なすぎたよね。星印は2階エントランス着、1階ロビーから入場。迎春クラブラウンジでのチェックインは行っていないため、2階のフロントでチェックインします。別館から12階まで。クラブラウンジは12階。長蛇の列。1時間近く待ちました。ラウンジのティータイムが終わっちゃうよ。クラブラウンジオールデイサービス。シェラトンクラブの営業は6時30分から10時30分までの朝食、10時から15時30分まではオールデイサービス。シェラトンクラブ。海ビュー、ランドビュー、ソファー席もありの素敵なラウンジですよ。とりあえずわーっと取っちゃった。ビュッフェ台には抹茶のマフィン、ジュリーズオーツ25ストロベリー、ジュリーズレモンクリームサンド、ティーアース、紅茶各種、お湯、コーヒーミルクシロップレモンポーション、コーヒーマシーン2台、イスチョコミルクアーモンド、キャンディー、アップルティー緑茶、ドリンクサーバー、ペプシジュース、 CC レモン、ウーロン茶炭酸など、終日子供も OK、 子供用食器もあり。お部屋へ。やっとお部屋に行くわよ。エレベーターホールに自動販売機、イエモン緑茶220円、フロアに製氷機あり。クラブフロアの廊下です。カードキータッチでオープン。右に鏡、左はクロゼット。入って左にベッドに、テーブル1、椅子2、テレビ。右側にメインベッドに、エキストラベッド1、ベッドガードリクエスト、枕2個。ベッドサイドテーブル、 USB タップ、電源コンセント増設済み、エアコン、オーディオ、照明スイッチ、コントローラー、消毒、バゲージラック、コンセント、収納スツール、スタンド、引き出しに浴衣、帯、お約束のベッド上り。テレビは地上波 BS ホテルチャンネル。ベランダに出られます。ビューはディズニーシーの火山。そして新テーマボート建設中。ファンタジースプリングスは3つのエリアとディズニーホテルで構成されるディズニーシー8番目のテーマポート。バスルーム、バスタオル、フェイスタオル、トイレ、お風呂一体型、小さくはない浴槽、手すり、石鹸置き、ポンプ式シャンプーコンディショナー、この星ロープ、ちょっと古風な温度調節のサーモスタット混合水栓、ハンドシャワー、石鹸置き、シャワーカーテン、クロゼット、枕、木製ハンガー、ブラシ、靴べら、スリッパ、アイロン、アイロン台、ランドリー、横開き式セーフティーボックス、容量小さめ転勤式、アイスペール、湯沸かしポット、ミネラルウォータードリップ式コーヒーメーカー、ティーバッグ、冷蔵庫は冷凍コーナーあり、中身はなし、洗面所ドアなし独立、ドライヤー、ハンドタオル、固形石鹸、シングルレバー混合水栓、綿棒、歯ブラシ、ヘアゴム、コットン、レーザー、ブラシ、グラス、ティッシュ。クラブラウンジイブニングカクテルサービス。イブニングカクテルサービスは16時から19時。生ビールのみ20時まで。とはいえ1時間制でした。行くわよ。ティックストロベリーケーキ。洋梨のタルトがない。
いちごのショートケーキ、千葉産ピーナッツムース、ヨーグルトムース、パイナップル、リンゴ、グレープフルーツ、ミックスベリータルト、ほうじ茶のクリームブリュレ、ポテトタルト、ベジタブルラップサンド、シュリンプマリネ、オレンジシャンパンソース、スモークサーモン、ミートローフパイ、ピクルス、生ハム、豆菓子キャンディ、キスチョコミルク、アーモンド、シュリンプのソテー、ケージャン風味、ローストサーモン、和風タルタルソース、ローストチキン、バジルソース、ポークのロースト、柚子コンソメソース、フォカッチャ、ドライトマト、オリーブ、チーズ、クラッカー、赤ワイン、白ワイン、ライム、レモン、ハードリカー各種、ノンアルコールカクテル、フルーツパンチ、クランベリーグレープフルーツ、ジュース、オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト、パイン、クランベリー、ふぅ、ご飯、豆もやし、ゼンマイ、錦糸卵、肉味噌、エビ、小松菜、キムチ、人参、コチュジャン、甜麺醤、万能ネギ、ごま、韓国海苔、オリーブマリネ、ドライトマト、野菜スティック、トマト、ビーガンマヨネーズ、チーズ、いろいろ、ライブレッド、バゲット、持ってきました。ビビンバ、ビビンパプ、生ハム、サーモン、ラップサンド、スパークリングワインで乾杯。リゾートラインとか眺めている場合じゃない。前回はパスタだったけどご飯物あるってすごい、おいしい。温かいものや野菜スティックとか持ってきました。ポークソテーもエビのケイちゃん風味もおいしかった。ビールで乾杯。急げポリポリ、デザート持ってきました。おいしそう。ケーキは飲み物だからいける。スパークリングワインで乾杯。飲み物おいしい。並びの宴会場も会場になるので満席にはならなかったけど、やっぱり1時間というのは慌ただしすぎる。なんとか改善をお願いします。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。途中で浦安豆乳のパンナコッタ、フォカッチャ、オニオンベーコン、サーモンゲット、わさびチキン、厚揚げクルトン、舞浜ハーブ卵ロールケーキ、館内施設、ホテル内に驚くほどたくさんの施設があります。ディズニーのお店もあり、ミニゴルフやキッズランド、温水プールなど様々なアクティビティやリラクゼーションを楽しめるホテル内施設オアシス、受付前にキッズスペース、時間内に行けば子供はアイスがもらえたのに忘れた、クラブ特典でフィットネス、お風呂、室内プール、ウィズキッズの利用は無料です。サービス満点。大浴場眉湯の利用は13歳以上1100円、4から12歳は780円です。宿泊者無料のフィットネスの利用は18歳以上、24時間営業。オアシス地下1階眉湯にはサウナと水風呂もあり、室内プールには子供コーナー、ジャグジーあり、キッズミニゴルフ1セット750円、ホテル業界で初導入の本格的なフライトシミュレーター、ボーイング737型機。こんなすごい施設が登場していて、孫一が大興奮。今日は諦めてね。ナムコランドオアシス2階は東京ベイ随一の規模を誇るゲームランド。メダルコーナー、クレーンゲーム、子供の乗り物もあり、お金がいくらあっても足りない。コインランドリー。1階から庭園に出られます。広い、風もなく気持ちいいです。夏はガーデンプール、ガラスのチャペル、天井高があり開放的です。もう一つクリスタルチャペル、上から見たクリスタルチャペル、披露宴会場ジョージアンテラス、邸宅風で素敵ですね。ブライダル担当みたいになってきた。寒くても意外と綺麗にバラが咲いています。クラブラウンジの朝食サービスです。朝食サービスは6時30分から10時、行くわよ。
サラダコーナー。グリーンサラダ、プチトマト、キュウリ、スプラウト、海藻サラダ、ドレッシング、シーザー、和風、レモン、スモークサーモン、スチームチキン、コールドミート、ジュース、オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、フルーツのカットモカ、ピルクル、ヨーク、ヨーグルト、フルーツヨーグルト、低脂肪乳、豆乳、ココナッツミルク、牛乳、黒ごま豆乳、パンナコッタ、フルーツ、ブドウ、オレンジ、グレープフルーツ、パイナップル、ベビーチーズ、温玉、エッグベネディクト、冷ややっこ、切り干し大根、厚焼き卵、かまぼこ、浦安産昆布、白菜漬け、鶏つくね、卵、青じそ、つみれ汁、サバの塩焼き、鮭の塩焼き、温め直し用炭、納豆、焼き海苔、ふりかけ、豚汁、おかゆ、めんつゆ、うどん、薬味、揚げ玉、鮭、万能ネギ、海苔、豆乳コーンスープ、あとこコンビアトースター、フライドポテト、ベーコン、プレーンオムレツ、スクランブルエッグ、温野菜、パプリカ、人参、紫芋、ブロッコリー、ビーガンマヨネーズ、ごまドレッシング、バジルソース、ホワイトブレッド、ホールウィートブレッド、松の実クランベリー、ひまわりの種レーズン、くるみドライマンゴー、牛乳、コーンフロスト、チョコはコーンフレーク、ミューズリー、温かいオートミールはスタッフへ、丸ごとオレンジのマーマレード、いちごのコンポート、スプレーホイップ、チョコレートシロップ、メイプルシロップ、米粉パン、グルテンフリー、トースター、ツインバード、ライブレッド、クラシックバゲット、プチポアン、ソフトロール、アンパン、クリームキューブ、ブリオッシュアップル、いちごデニッシュ、マフィン、オレンジ、チョコレート、プレーン、ワッフル、コーヒーデニッシュ、シェラトンクロワッサン、はちみつジャム、いちご、オレンジ、ブルーベリー、マーガリン、バター、人気のパークビュー側でいただきます。持ってきました。まずは和食、和風エッグベネディクト、どんな感じ？自分でも作ろう。また持ってきました。洋食、おいしそう。クリームブリオッシュアップル、とっても美味しかった。サーモンも上質、お揚げが嬉しい。ライブキッチンでなくても十分美味しい。リンゴを剥いてもらったらとても美味しかった。締めのデザート、も外せないので、ごちそうさまでした。カロリー満タン。混雑時はクラブラウンジとなる宴会場です。今回はカクテルタイムのみ空いていました。ウィズキッズ、オアシスト2階のキッズエリアがリニューアルオープン。料金は子ども1時間900円、大人600円。クラブ特典でリストバンドをもらって無料で入れます。オープンしたばかりでとても綺麗です。フリークライミング界第一人者監修のボルダリングウォールもあります。ふわふわドーム、アドベンチャージャングルジム、ここはお絵かきコーナー、ビッグスケッチスポット。 12.5m×7m のふわふわドームではしゃぐはしゃぐ。アドベンチャージャングルジム、仕掛けがいっぱい。ボールプールから魚を釣る、楽しそう。滑り台から転がり出てくる孫に、カラフルマウンテンを登る孫一、お絵かきにも手を出す、巨大な黒板とアクリル板。チェックアウトは追加の支払いなければルームキーの返却のみ。シャトルバスで舞浜まで行って帰ります。お会計です。5人で泊まれば丸得。
はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。ディズニーランドはまた今度。バイバイ、また来てねー。